時速100キロの、まあ、空飛ぶ新幹線のですね、体感をしていただきたいと考えて、地域の代表でございます、市長さん、町長さん、その市長会や町長会で、市場を呼びかけたところであります。川勝知事から空飛ぶ新幹線と表されたリニア新幹線。今月4日、知事は県内23の市長などが集まる会議の冒頭で、11月2日のリニア視察に市長らも一緒に参加しないかと呼びかけました。 JR 東海さん、社長さんがですね、ぜひ川勝をリニアに試乗してほしいと言われまして、日にちがですね、11月2日になりました。だから私は来られた人みんな乗ったらどうでしょう。関心のある人はどこに連絡したらいいでしょうか。私に連絡します。市長らに突然のお誘いをした川勝知事ですが、 JR 東海によると、あくまでも今回の視察は知事に向けたもので、県内の市長らに同席してもらうことは想定していないといいます。ことあるごとに注目が集まるリニア問題。その中でも今特に注目を集めているのが神奈川県との関係です。品川名古屋はじゃあできるかどうか、これをですね、見に行ったわけですね、調査したわけです。そうするとですね、極めて厳しいということが分かりました。用地買収の交渉はですね、神奈川県に委ねられているわけですよ。だから一義的には神奈川県さんが完全に2027年の開業を不可能にしたと思いますね。先月、神奈川県駅が建設される予定の神奈川県相模原市を視察した川勝知事。駅の建設予定地とともに車両基地の予定地を視察した知事ですが、その後記者たちにこんなことを。2027年に努力すればできるというふうに全ての知事さんが思ってらっしゃるんですね。だけど今日この現場を見ればできないじゃないですか。用地の取得状況などを視察してから飛び出た川勝知事の発言。これには神奈川県知事も黙ってはいられませんでした。川勝知事がどういうふうな根拠でですね、そういう発言があったのかよく分かりません。まあ、私自身もしっかりと現場を見てくることが必要だなと思って、しっかり見てきました。これはパッと外から見ただけでは分からない話でありまして、住宅がそこにある方は、その住宅をから、まあ、その移転していただきたいという、まあ、難しい形があるんですけれども、その住宅の部分でいうと、8割になっているということですね。8割の方が、もう了承してくださっているということだと。2027年ということから考えれば、着実に進んでいるということを私に確認をできたので、ですから、これは、まあ、金子社長にもお話ししたところ、きちっとそのスケジュールを言ってますという話なので、我々は私たちはそういうメッセージを私たちの口からお伝えしたいなというふうに思います。神奈川県駅と車両基地の工事の進捗をめぐり、両知事の意見が対立。今週その様子を見た記者から川勝知事にこんな質問が。今回1日の黒岩知事の会見を見ますと、口調こそ穏やかであれど明らかに度胸を隠しているように見えましたけれども、この調査研究広報啓発ということの事実、そこから見出した事実をですね、皆様方にお知らせしたと、それに対して黒岩知事さんがああいう形で反応されたと、まあ、いうことで、なんか傷ついたというようなことになっているかもしれませんけれども、まあ、ですからそれを克服するには車両基地の現状をですね、これを2015年の3月にだと思いますけれども、土地の取得の事務は JR 東海から神奈川県が受託されているわけですね。ですからその7年半かけて半分なのか8割なのか、正確に我々は知りたい。リニアをめぐる神奈川県との雲行きが怪しくなる中、
山梨県は静岡県を応援？その理由とは。2027年開業の雲行きが怪しくなる中、山梨県は品川と甲府の先行開業に前向きです。東京まで先行開業というのも考えるということをおっしゃっているのはですね、長崎知事さんが山梨県、これはもうあの長い間事件線をあの、こう走行のしてまして、すごい強い期待を持ってらっしゃるんですね、甲州の皆様方、東京に出る、とりあえずできるところからってことになれば、山梨県が早く東京に出たい、東京の方たちからお越しいただきたいと、まあ、いうふうなご希望を昔からお持ちであって、私はそれを旗で感じて知っておりますけれども、これまでも山梨から神奈川もしくは品川駅までの先行開業に言及している川勝知事、一方で山梨県の長崎知事が静岡空港に東海道新幹線の駅を作ることが沿線全体の利益になると一部報道の取材で語りました。だいたいあそこの牧之原台地がですね、一変いたします、新駅ができると。ただし水がなければ新駅できないということは、まあ、長崎幸太郎知事さんも100も承知の上でおっしゃってるわけですね。ですから水の問題とは別個だということは明言されていたはずです。で、私どもも水がなければ空港が干上がるので、まずこの問題を解決しなくちゃならないと。ただしリニアが完成すればですね、のぞみ機能がリニアの方にかなり移るので、しかもあの地方新幹線の小委員会の最終答申でも新駅のことを謳ってるわけですね。これまでも川勝知事がたびたび発言してきた空港新駅について再び注目が集まりそうです。リニアが出来上がった時にどういう交通体系を持っているのが日本にとって全体としていいか、また山梨県にとってもいいか、静岡県にとってもいいかと、まあ、こういうあのお考えで、私はこの考えには強く賛意を表したいと、まあ静岡空港、あれは富士山静岡空港と言ってますけれども、実際に山梨県の方たちもたくさん利用していただいたし、行ってるし、また山梨県に行かれるお客さんもいらっしゃるんでね、もう富士山空港でいいと、富士山山梨空港と言ってもらってもいいと思ってるんですけども、まあ、要するにあの共有しているものでありますから、まあ、そういう意味で地方団地としてはできたのでですね、山梨知事さん、あるいは山梨県民にとってもですね、あの空港は非常にこの可能性を強くあの意識して、ああいうご発言になったんじゃないかと、ありがたいことだと思ってはおります。